空ラカテさん、どうもです。先月、青森県八戸市に本社がある吉田屋という会社で販売した駅弁で、食中毒が発生した件で、今日、八戸市内で記者会見を開き、謝罪と今後の再発防止策について発表がありました。今回の食中毒を受けて、安全対策を強化するために、1日の製造数に上限を設けて、最大で 1>, 1万5000食までとすることや、えー、外部の米を使用しないことなど、えー、再発防止策を発表しましたと。うん、食中毒の被害は29都道府県で521人が出てしまい、影響はとても大きいものでしたということですね。なるほど。うん、そして、ゆいのえやさん、どうもです。株さん、大分県の小学校で、 セアカゴケグモが見つかったそうですよ。100匹くらいいたそうです。え、そんなにそれやばいですね。噛まれると死ぬこともあるらしいですよ。かばさん見たことありますかヒアリもですけど、小さくて気づかなかったりして嫌ですね。背ケ苔雲って、あの黒に黒丸、丸っぽいやつに赤の点があるような雲ですね。あれって1匹でもいたらやばかったんじゃなかったかな ?100 匹は確かにまずいんじゃない 増殖してますね、広島県、あ、大分県か。大分県の学校。うん。危ない。羽ブさん、日本では咳止めの薬が不足していて、ダッグストアの棚がカラカラだったことがありましたよ。最近、やっと薬が並ぶようになってきました。1人で1個までとか、制限がありますね。多分コロナのせいなのかと思いますね。ベルギーは薬局が多いらしいですけど、そんなことはありますかあの、ベルギーって、 世界で一番薬局の数が多いって言われてるらしいですね。うん、フ,ラフランスだったかなどっちか確か。うん。あの、隣に薬局、また隣に薬局、さらにまた隣に薬局っていうこともありますからね。うん。風邪薬、今日本で減って減ってたんですね。あの、ちょっとベルギーではわかんないですね。あの、最近薬局に行ってないんで。うん。ジャパン・イステイル・ユニティさん、どうもです。 えしばらくご無沙汰しておりました。イスラエル在住のモモです。うん、私たちはイスラエルの南部の都市にいて、今のところは安全です。今、イスラエルに対して世界中から非難をされていることに心を痛めております。まるでナチス同一支配下のユダヤ人破壊が現代に起こっているようです。うん、イスラエルにも愛ある人たちもたくさんいて、県ネタニヤフ・ 現政権のネタニラフに対して、デモ活動を通して異議を訴えてきました。うん。過激右派政党の危険性をイスラエル国民は築いています。パレスチナの人の中にも、ハマースの残虐性を訴えている人たちもいます。私たちは、目の、敵は目の前にいる人たちではありません。多くの人たちは洗脳され、大立で洗脳されています。 どちらが、えー、一方が悪とか正義とか決めつけることはできない、平和を願う人たちの声が届かない今の社会システムには、私は大きな疑問を感じています。私の主人もあの日襲撃されました。でも神のご加護により生きて帰ってきてくれました。よかったら私のチャンネルで10月7日に何があったのかを見てみてください。私はイスラエルもパレスチナ双方の え人たち、すべての命が尊いえ、人類皆、兄弟の中立の立場でいます。うん。誰もが幸せ望んでいますからね。どうか中東に奇跡が起きて平和になることを祈ってください。はい。ということですね。あの、も,もさんのチャンネル、僕、10月7日に何があったかの、えー、動画、見ましたよ。うん。あの、他の方、あ,あの、皆さんも見ましたかね。あの、壮絶な、本当にもう奇跡としか言いようがない。 そういうね、あの、初めて来ましたね。うん。あの、他にもパレスチナ、イスラエルに住んでいるにあの方の動画とかあり,あ,ありますけど、旦那さんが本当にもう、あのフェスティバルにいたというお話で、銃口を向けられてとかっていうお話でもう、本当に衝撃を受けました。うん。あの、皆さんチェックしてみてください。あの うん、気になる方は、うん。ね、そう、だからイスラエル、ちょっとなんか心配です、今。うん、あの、うん、本当にあの、僕もね、なんだっけ、昔のそのユダヤ人迫害が現代でも起こってる、そんな感じがちょっとね、しますね。うん、これはイスラエルだけじゃなくて、ベルギーにもアントアップにもたくさんの、 ユダヤ人の方が住んでいて、ベルギー政府も、あのー、結構それで、あの、気をつけるようにって言われてますから。うん。でも、モーさんの家族とか、モーさんは今は南部にいらっしゃるということで、今のところは安全ということで、そこは安心ですけど、ちょっとこれからもしん、もうん、ちょっと心配にはなっちゃいますけど、うん。はい。ユうのエアさん。 よろしくお願いします。カブさん、の練習お疲れ様ですね。新しい単語、大人っぽくて素敵ですね。なんか時代劇の BGM っぽい感じです。ね。カブさん、寒そうですね。風に気をつけて頑張ってくださいね。うん、最近ちょっとね、全体的にあの調子がそあんまり良くないので、昨日もうと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 っていうかなんかあんまりやる気が全体的に出なかったですね。うん、あの新しい単語、あの、うん。 時代劇の BGM っぽい感じ。なるほど。うん。木更木24さんどうもです。月が綺麗ですね。ほんと幻想的。えー、建物が日本家屋だとまた違った印象になるんでしょうね。かぐや姫になった気分で月を見てみます。ああね、これ、この月ね、ほんと麗でしたね。友達が送ってきたんですよ。うん。これが地球償って言うんですね、あのね。うん。建物が確かに日本だと違った印象になるかもしれない。うん。 え下村長さん、どうもです。かぶさん、おはようございます。地球上が見える写真、ありがとうございます。最近のスマホカメラはすごいです。地球上どころか、空が暗い場所で、いて座、かに座がよく見える場所、時期、時間があれば、天の川も撮影できます。かぶさんのスマホも最新のものですから、三脚を使えば、天の川も撮れますよ。本当ですかあの、ちょっと今度はみやってみますね三。三脚、三脚を使ってみればいいのか。うん。 あの地球層って、このことだったんですね。あのこれだったら、無意識によく見てましたね。あの月の明るいところ、なんていうのかな。ちょっと書くと、こんな感じで <laughs>、こういう感じ。ここが、この部分がなんか透けて見える感じですね。これに地球省っていうんですね。ってことは、無意識のうちによく見てましたね。うん レモンミカンさんどうもです。かむくんおはようございます。10月22日の朝8時です。今朝の神奈川県は9度。ちょっと寒かったです。うん。昼間は20度。なんだったんだろうか。夜中の1時頃にふと外へ出たら、雲もなく星が見えていて、その中の 7, 7個ほどがけで作業にイライラ揺れていました。なるほど。大きめなのが下の方に2個、上の方に2個散らばって。 ちょっとオレンジ色がかってチカチカ光ってましたえ。小さい、小さめのものも3個ありました。大きめなのは TR3B かしらえ小さめなのは何,何かなえ星ってイライラ揺れてチカチカ光るものなの以前見たようなカラフルライトではなかったですと。あ、そうですね。TR3B って何,何ですか ?TR3B ってあるんですなんかね、そんなの。なんだろう。なんかあれですかね、あの、 なんか、なんだっけあのう、宇宙、宇宙になんか、宇宙船かなんかですかね。なんだよ。うん。でも、不思議ですね。夜中の1時に急に起きて、外に、外で出るっていうこと、なるほど、あるんですね。うん。あ、カブくん単語いいですね。かっこいいです。そう、単語、ね、あの、新しい単語ですよ。まあ、ちょっとね、どうなるかわかんないですけどね。うん。 まあ、楽しくやっていきます。朝っぱらからブリンケン米国務長官がエレキギターを弾きながら、フーチープーチーマンを歌っている動画が流れてきました。えー、以前バ、バンドマンをやってみたみたいです。上手でした。1ヶ月くらい前の動画みたいです。へえ、ということです。あ、そんなのあるんですね。フーチープーチーマンなんてあるんですね。うん。なるほど。えー、サラカレさん、おはようございます。 今朝は晴れています。本日10月22日は国際喫煙啓発の日です。国際喫煙社連盟は1998年に制定しました。予想最高気温は17度です。おお、国際喫煙の日なんですね、今日ね。なるほど。うん。はい。というわけで、これで以上になりますね。ありがとうございました。